どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、ということで私ですね、相変わらず宮崎県いるんですけれども、今回ですね、ちょっと昨日まで宮崎市にいたんですけれども、さらに宮崎県の南の方、行きまして、今回ですね宮崎県日南市にやってまいりました。カツオの一本釣りが漁獲量日本一ということでね、カツオの美味しい、町でもありますし、油津駅というここ近くがあるんですけれども、近くに、ここね、あのプロ野球の広島カープのキャンプ地としてね、結構あの近く毎年毎年あの広島カープがキャンプするということで、そのね野球とのね広島カープとのゆかりも深いという町でございます。でせっかくね日南市来たから、激辛料理ないかと私探しまして見つけましたが、今回鍋屋さくらさんというお店なんですけれども、やばいんですよ今日、とんでもね激辛メニューを発見してしまいました。そちらがですね、鬼辛牛もつ鍋ということで、過去に世界一辛い唐辛子としてギネス登録された、キャロライナリーパーとかブードジョロキアとかハバネロとか、いろんな唐辛子をもう、ぶち込んで、とんでもない激辛メニューです。やばいらしいです。過去に1人しか完食したことないらしいんですけれども、頑張って完食したいと思います。頭もね、唐辛子のヘタをイメージして緑に染めました。気合バッチリでございます。それでは早速中に入っていきましょう。レッツゴー。宮崎県日南市にある鍋屋さくら、今回はこちらの激辛メニューに挑戦していく。鬼辛もつ鍋に使われる具材を一挙に紹介しよう。キャベツ、もやし、木綿豆腐、ごま、えのき、ニラ、ニンニク。マルチョウ、牛もつは塩で臭みを消していきます。続いてスープ作り、こちらは特製の塩だれにお湯、すりおろしニンニク、豆板醤、3種類の唐辛子をブレンドした一味唐辛子を入れていきます。さらにここから激辛唐辛子が5種類入ります。まずは黄金唐辛子、続いてハバネロ、ブートジョロキア、スコーピオンブッチーテイラー、キャロライナリーパー、それぞれ加えたらよく溶かしていきます。続いて韓国唐辛子、鷹の爪、仕上げに乾燥唐辛子をトッピングしたら完成。鬼辛牛もつ鍋のおめみえら。はい、というわけでこちら来ました。こちらが鬼辛牛もつ鍋ということでね、調理工程見ていただいた通り、とんでもない、もうね唐辛子、14種類ぐらい使っているということで、これとんでもねえ激辛料理です。これね、完食者今まで1名ということで、相当やばい戦いになるかなと思います。で、先ほどねこれ誓約書書かさせていただきました。これ誓約書がつくということはやべえぞということで、じゃあ早速食べていきましょう。いただきます。さあ、鬼辛牛もつ鍋お手並み拝見でしたということで、さあ火を点火していきましょう。いただきます。大丈夫かな、怖いな、もう地獄みたいな色してますけども、実際これ口に運んで食べてみないと辛さわかんないんで、正直怖いんですけど、こっちのスープも飲んだ方がいいですか、これ完食扱いにならないですか、これ飲まないと、飲む鬼だ鬼だ、飲まなくていいって言ってくれると思ったのに鬼や、マジなんだよ、マジか、
今日のこの鬼辛もつ鍋はリアクションに困らない辛さですね。もうガチで本当に。すみません、あの辛めにします。こんにゃく麺、こんにゃく麺熱くさせて、より辛さを堪能したいなと思って。なんか文句あるか。はい、ありがとうございます。これはな、これは何ですか。え、ちょっとね、これ何ですか。それはまだ多い。え、めっちゃ唐辛子かかってるけど。え、辛めについてくるやつなんですか、これ。このニラ。なるほど。え、これ。まあ、これジョロ系とか入ってないですよね。それはね、韓国唐辛子の。よかったよかった。あ、よかった、卵も。うわ、最高。どうしてもやっぱその辛麺がスープだったらですよね、ですよね、卵大事。じゃあね、締めの辛麺っていうか、はい、命の卵付きでございます。よかった、卵あってよかった。よし、ラスト、行くよ。ごちそうさまでした。一人前らしいんですけど、やっぱ量もね結構多くて、もうお腹パンパンです。そして辛さもね文句なしで、これなんか完食特典みたいなのは。ありがとうございます。はい、おお、中国で無料なのあります。ポイントカードとマスク、鍋屋さくらのマスクいただきました。ありがとうございます。それでは辛さレベルの発表していきましょう。鍋屋さくらさんの鬼辛牛もつ鍋、辛さレベルじゃらららじゃん、辛さレベル 8.5 です。 8.5 になります。あれだけ大量に唐辛子入れてると元の味とか分かんなくなってしまいがちなんですけれども、ちゃんと美味しく食べられる、そんなもつ鍋かなと思います。私がこれ完食したということで、この鍋屋さくらさんに、スタッフさんにですね、激辛ジョニーの動画を見ましたとお伝えしていただいて、で僕と同じメニューを完食することができれば定価2000円なんですけれども、それが1000円になります。完食すればぜひ挑戦してください。本日も行きましょうか。お便りコーナーということで、よくわからないコメントが来てるんで紹介していきたいかなと思います。ペンネームみなのポカポカダイアリーさん、辛く見せるコツを教えてください。いや、コツなんてないわ、辛いんだから。ペンネーム花火専門チャンネルさん、頭にカビ生えてるよ、誰の家で配信してるのと。カビ生やしてない、これカビじゃないわこれ。